ああ、そうですか。まあ、残念ですが、仕方ないですね。うん、またの機会に。うん、さよなら。Bonjour! Online フランス語学校 Ensemble en français 講師のヴァネーサです。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。おいしいケーキをもらったから友達と食べようかなと思って電話したんですが、残念ながら友達は忙しいみたいです。仕方ないので一人で食べますね。今日は残念だけど、仕方ないというフランス語をご紹介します。トンピ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 。たくさんより悪いという意味ですが、これで残念だけど、仕方ないという時に使います。とっても短くて覚えやすいですね。Tant pis pour lui, c'est délicieux. 友達には残念ですが、このケーキ本当に美味しいです。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、Ensemble のレッスンでお待ちしています。Au revoir! À bientôt!